こんにちは。お昼の時間にお越しいただきましてありがとうございます。私今ご紹介いただいた、旅行会社の日清航空サービスの阿部と申します。今回、皆様がご検討されている協定校語学留学のアメリカコースの、手配とかの担当させていただいてます旅行会社のものです。この先もしご参加いただけるということになったら、いろいろご連絡とか私の顔を見る機会多くなると思いますので、どうぞよろしくお願いします。ではちょっとお時間もあまりないので説明に入らせていただきます。まずですね、アメリカといっても国土は日本よりだいぶ広いので、どこら辺に皆さんの検討されているポートランド州立大学があるのかどうかということからお話をします。そちらに地図があるのが分かると思うんですが、アメリカの、東と西に大きく分けると都市が集中していますが、今回は西海岸になります。西海岸の代表的な都市っていうと皆さんどこが浮かびますかね。サンフランシスコとか、あとはシアトルとか、そういったあたりがあるかなと思うんですが、ちょうどその2つの都市の間になります。オレゴン州というところのポートランドという都市になります。オレゴン州の州都はセーラムというところなんですが、正直こちらのポートランドの方が町としてはかなり栄えています。留学というと結構車でないと行動ができないところみたいな田舎町をイメージする方も中にはいらっしゃると思うんですが、ポートランドはあまりそういったことはないです。後ほどちょっと町については詳しくご説明します。日本からは直行便が出ています。デルタ航空の直行便で9時間ぐらいになります。で、先ほど説明した州都のセーラムがここで、ポートランドがちょっと北ですね。一番近い大都市としてはシアトルが一番近いんですが、シアトルはだいたいバスで3時間ぐらいの距離にあります。で、基本情報のお話を先にします。言語はもちろんアメリカですので全て英語です。で、アメリカは日本とは違いまして、移民を受け入れている国になりますので、本当にいろんな人種の人がいます。日本に住んでると日本人が、ほぼほぼ 95% ぐらい日本人だと思いますが、アメリカだともヒスパニック系の人から欧米系にルーツを持つ人、もしくはアラビア系だったりとかインド系だったりとか、そういった方々がたくさん住んでらっしゃいますが、共通語は全部英語です。で、通貨はご存知の通りアメリカのドル、日本円は使えません。で、時差ですがマイナス17時間になります。ちょっと字が小さくて見づらいかなと思うんですが、アメリカはサマータイムというのを導入していますので、夏の間は1時間時差が短くなります。で、今ちょうど日本は12時半ぐらいなんですが、向こうはちょうど夜の、7時半ぐらいですかねになります。で、1日戻る感じになるので、昨日の夜の7時半ぐらいが今の時間という感じですね。日本よりも遅れています。で、気候なんですが、これ結構皆さん気になるところかなと思うんですけれども、9月ご出発になるので、9月は結構涼しくて気持ちがいいという感じですね。日本だと9月はもう残暑でジメジメしてもうどうしようもないぐらい嫌な時期だと思うんですけれども、9月向こうのポートランドは湿気があまりありません。なのでかなり乾燥していますが、その分涼しいです。朝晩はちょっと寒いなと思うことも多々あるような気候になります。10月、11月、12月っていうふうにちょっと冬が深くなってくると日本と同じような気候になってきます。ただ日本もそうですが、すごく乾燥していますので、冬でももうお水がないとちょっと辛いなっていうぐらい乾燥はしてます。ただ、雪は降りませんし、雨はちょっと多いかなっていう感じですね。大雪が降ったりして麻痺することは本当に20年に1回とか、そういうようなところなので、東京とそこまで変わりはないというふうに思ってもらっていいと思います。で、人口なんかはちょっとあまりパッとイメージで湧かないと思うので、手元に皆さんお配りさせていただいたパンフレットなんかの中で見ていただければなと思います。で、ちょっと留学するにあたってありがたいポイントとしては、消費税が 0% です。アメリカは消費税ゼロの州がすごく少ないので、これはかなりラッキーです。確か 2,3 州とかしかなかったはずですので、お買い物とかをちょっとオプションみたいな感じになりますが、勉強メインではもちろんありますけど、お買い物するときに消費税ゼロなのは結構メリットであります。で、オレゴン州ってどんなところなのっていうのが、まず、自然がたくさんあるということと、あと発達したハイテク産業がある。で、ハイテク産業って言われてもねって思うと思うんですけれども、インテルの本社があります。あとは、ナイキとかの有名企業なんかも本拠地を置いています。近くに自然がたくさんあるので、日本のマラソン選手なんかが結構向こうのナイキのサポートを受けて、そっちでトレーニングをやったりということもあるような、緑がたくさんある場所になります。都市の部分は結構そうですね、集中していて、割と、田舎じゃないって話さっきしたと思うんですが、
路面電車なんかも発達しているので結構移動はしやすいんですけれども、ちょっと車で足を伸ばしていくと、先ほどちょっと写真でも見せていただいていたようなスノーボードができるような山があったりとか、あとは渓谷があったり海があったり、そういった自然がたくさんある場所になります。でポートランドはエコシティのモデル都市で、自然とメトロ交通網が共存しているというふうに書いているんですが、ちょっとあんまりイメージつきづらいかなと思うんですけれども、日本でも最近流行ってますが、自転車がすごく多い街です。ロードバイクがすごいたくさんいますあと車がなくても自由に移動が可能で、中心都市であっても治安がいい、これも2つ大きなポイントだと思います。と少し南に行くとカリフォルニア、サンフランシスコ、あとそうですね、ハリウッド、サンディエゴ、あの辺になってくると多少ちょっと治安が悪いかなという印象を持っていらっしゃる方、またアメリカっていうだけだとちょっと銃社会なのであんまりいいイメージがないなっていう方いると思うんですけれども、ポートランドは本当に安全です。夜一人歩きをするのが危ないっていうのは外国のどこの都市も同じなので、ちょっと東京が異常だというふうに思ってもらえるといいかなと思うんですけれども、中心都市なんですが、そんなに不老者のようなホームレスのような危なそうな人というのが極端に少ないです。ちょっと北部のシアトルに行くとちょくちょくダウンタウンの方にはホームレスの方とかいるんですが、私何度かポートランド行ったことありますが、あまりというかほとんど見かけません。なので治安に関しては結構安心できる場所かなと思います。でちょっと話を細かくしまして、大学についてお話をします。で右側にちょっと緑色っぽい地図があると思うんですけれども、ここダウンタウンの一部に大学がドカンと入っているような感じになります。ちょっとあんまりイメージがつきづらいかと思うんですけれども、大学の敷地の中に路線、バスとあと路面電車の駅があります。なのでかなり大学の敷地としては広いです。大学の敷地がこう決まっていて、その中に建物がたくさんあるっていう感じではなくて、もう街の中に大学の建物が点在しているっていうようなイメージの方が近いかなと思います。なので大学の建物の目の前に普通に市民の人が使うマクドナルドがあったりとか、あとはそうですね、スタバがたくさんあったりだとか、もうそういった感じの街並みになるので、ちょっと日本の大学とはイメージが違うかなと思います。東洋大学の中とかだと結構学生さん同士の行き交いが多いと思うんですけれども、ポートランド州立大学だともう普通に一般の人も歩いているっていう感じになります。で教室とかはそれぞれビルがあるので、そこで把握していくような感じになりますが、今回は語学学校なので建物は決まってますので、まあ、その辺はキャンパスツアーとかもあるのでご安心いただけるかなと思います。でちょっと数字のデータはあまりイメージつかないと思うので、お手元の資料で後ほどご確認ください。一つだけちょっと説明をしたいのがこれですね。アクセス、街の中心地からマックスで5分、マックスっていうのは路面電車のことです。徒歩でも15分以内の距離ということなんですが、街の中心部のところはお買い物のできるショッピングモールのようなスポットだったり、あとはスターバックスがたくさんあったりだとか、そういった、そうですね、この辺だとどこでしょう、ガチャガチャしてない池袋みたいな感じです。あんなに大都市な感じではないですけれども、そこそこお買い物とかも楽しめるようなスポットが大学の近く徒歩で15分ぐらいの場所にあります。そうですね、あんまり坂もないので本当に15分歩けば着いちゃったっていう感じになりますね。はい、縦のラインで移動が簡単にできるような感じになります。で、ちょっと大学の授業の方の話に移りたいと思います。ここがちょっと皆さん一番気になるところかなと思うので、長くご説明をできればなと思います。でまず一番上の IELP というのが何ぞやというと、これが、ポートランド州立大学の第二外国語として英語を学ぶ人たちのためのプログラム名、まあ、語学学校の総称のようなものです。本当はプログラムの名前なんですが、これで通称でみんな呼んでいます。インテンシブイングリッシュラーニングプログラムの略で IELP です。で、IELP って呼んでるんですが、これはポートランド州立大学の付属の語学学校になります。最初に旗手様の方からご説明があったように、皆さんは大学に留学しに行って、そこで何か別のテーマを英語で学ぶっていうのではなくて、英語を学びに、アメリカに行かれるっていうのが前提ですので、語学学校で授業を受けてもらいます。ここは語学学校といっても留学生用の語学学校になりますので、アメリカ人というよりはもう留学生しかいません。ただ留学といっても、先ほどアメリカはたくさんの人種がいる国だっていう話をしましたが、本当にヨーロッパ、南米、中東、アジア、たくさんの国から来ています。
で、いろんな国の留学生が来ているクラスでオープンクラスというんですが、東洋大学の学生さんだけのクローズクラスではなくて、いろんな学生さんと一緒に、いろんな国籍の方と一緒に、本当にあの右上の写真のように授業を受けていただくような形になります。で、クラスは少人数制になりまして、ここはレベル分けのテストを最初の、オリエンテーションの時に行って、振り分けられたクラスで授業を受けてもらう形になります。で、 IELP のサポート体制のお話なんですが、こちらはスタッフが常駐をしているのと、あと最初の1週間は皆さんにオリエンテーションと先ほどのレベル分けのテストを受けてもらいますが、その時にホームステイと、あと IELP、 あと学校の大学の施設どういうふうに使うんだっていうのと、あとキャンパスのツアー、どこに何の建物があって、地図はこういうふうになっていてっていう説明とか、そういったサポートは全て最初の1週間だけでなくて、その後も継続して行ってもらえますので、何かあったら、助けを求められる人がいるというふうに理解をしてください。ご安心ください。で、学期始めのアメリカの初注意なのがオリエンテーションで説明があります。初注意といっても 何があるんですかっていう話なんですが、日本とアメリカもちろん文化が違います。なので、たくさん留学生が来ているオフィスになりますので、今までここのオフィスに寄せられた留学生からの質問で多かったものの注意だったりとか、あとは、アメリカ慣れてらっしゃらない方ほとんどだと思うので、まあ、慣れてる方もいるかもしれませんが、お金最初結構数えるの辛かったりすると思います。とりあえずもうお札で分かんないから払っちゃえってなる人多いと思うので、意外とそういったところの、小銭の見分け方のコツだったりとか、そういった生活のライフハックみたいなことも教えてくれるので、結構オリエンテーションは評判がいいっていうふうに聞いてます。で、ちょっと授業の細かいお話をしますが、皆さん3ヶ月か6ヶ月行っていただきますが、9月っていうのはアメリカでだと新学期にあたります。日本は4月から新学期で学年が変わってっていうふうになると思うんですが、アメリカはそれが9月になります。なので9月から新入生として入るっていう形で理解してもらえたらいいと思います。ちょうどもうお休みが終わって、これから授業だっていう感じになりますね。で、まず一番上から見ていてほしいんですが、プレイスメントテスト、これが最初のレベルチェックテストのことです。で、ここでレベルが5段階に分かれます。左のところちょっと3つに今分けているんですが、一番上がエントリー、プレエントリープログラム、レベル0。で、真ん中がレベル1から3。で、一番下がレベル4から5っていうわけになっています。で、これどうしてこういうふうに分けているかというと、まずプレエントリープログラムっていうのは、まだちょっとレベル1に入るのにサポートが必要な学生さんのためのプログラムというふうになってます。で、何が違うかというと、1週間に通常は18時間の授業が入るんですが、そこが22時間から3時間プラス追加のチュータリングといって、1対1で家庭教師のような感じで大学の部屋でサポートをしてくれるクラスというのを受けていただく必要があります。で、これワンタームが3ヶ月になるので、こっちのクラスを卒業しないとレベル1には入れないです。で、プラスその18時間と23時間、5時間違いますよね。そこの部分の学費が追加でかかってきてしまうので、もう日本から頑張って勉強していただいて、プレイスメントでは1より後の1から5のどこかに入ってもらうのを理想にして頑張ってもらうような感じになります。あまりゼロに入られる学生さんっていらっしゃらないので、普通に勉強して、先ほどの奨学金の話もあったと思うんですが、空いたところでお勉強していただければ大丈夫かなと思います。実際ちょっと本当にお申し込みいただいた方にはもうちょっと詳しく説明をしますが、今はそれぐらいにします。で、次がレベル1から3なんですが、レベルの1から3では基本的にはちょっと字が小さくて見づらくて申し訳ないんですが、日本と同じくグラマーライティングとリーディング、あとスピーキングリスニングとスキルズエンハンスメントコースっていうのが4つ柱としてあります。一番下のスキルズエンハンスメントコースっていうのは、上の3つ、グラマー、リーディング、スピーキングで鍛えた、それぞれ1つずつの技能ですよね。それを全部ミックスしたようなクラスになります。そういったところを英語能力を伸ばす機会として抑えることになりますが、例年だいたい9月に入られた学生さんは、1から3のレベルどこかに入られる方が多いです。もともと結構英語力が高かったという方は4とか5とかから始まる方いらっしゃいますが、私ここのプログラム今3年目やらせていただいてますが、ほとんどレベル1から3のどこかになって、で6ヶ月の方はその後プレイスメントを受け直して、で4から5に入るっていうケースもあります。4から5になると、どちらかというと1から3のレベルは座学が多いんですけれども、4と5は結構フィールドワークだったりとか、もうクラスの外に出てやる
あとはなんかアクティビティに参加したりだとか、ちょっとボランティアワーク的なことをやってみたり、あとはゲストスピーカーと一緒にお話を説明を受けたりとか、そういった機会が、少しレベル1から3よりも多くなってきます。でサポート1と2のところなんですが、これモニタリングっていうのは皆さんがどんな勉強しているのか、どんな時間割をとってどういうクラスのバランスで、勉強しているのかっていうのを常に、スタッフの方で把握をして、何かちょっと困ったことがあればすぐに聞けるチューターの制度っていうのを取り入れてます。カンバセーションパートナーというのは、向こうの大学でポートランド州立大学の学生さんの中の方と、1対1でスピーキングのレッスンというんですかね、ちょっと世間話みたいな感じになりますが、そういったことを一緒にやってくれる。で、スピーキングっていうのはやっぱり相手が相手のことですので、そういったところでレベルアップが目指せるっていう仕組みもあります。で、これ結構大きいんですが、サポート丸2のところが大学内の全部の施設と、あと施設、資源、アクティビティ全部利用することができます。これどういうことかというと、皆さんこのクラスに参加いただいたら、PSU と呼んでるんですが、ポートランド州立大学の ID 学生証みたいなものを作っていただけます。なので、それで図書館も使えますし、体育館みたいなジムだったりとか、そういったところの施設も全部、正規の学生さんと同じように使うことができます。これ結構大きなメリットだと思います。ポピー機とか、あとはコンピュータールームなんかも使い放題になるので、結構いいかなと思います。でアクティビティというのは、ポートランド州立大学で催されるイベント、これは特に、大学、失礼しました、これは特に IELP の学生さんだけではなくて、正規の学生として通っている方に対するイベントの方にも参加がしていただけます。なので、向こうでたくさん留学生同士だけではなくて、向こうのアメリカで勉強している学生とも交流の機会がたくさん持てるというふうになります。で、ちょっと時間が押してきていて申し訳ないんですけれども、皆さん先ほどちょっとお話をしましたが、全員ホームステイで入っていただきます。寮という選択肢はちょっと今回は設けていないので、もうご参加いただいたらイコールホームステイになるというふうに理解をしてください。でホームステイの会社の選定っていうのは、ポートランド州立大学とずっと一緒に強い結びつきを持っているアンデオインターナショナルホームステイズという会社で全て手配をします。でここは初日のオリエンテーションの時にも皆さんに、ホームステイでよくある質問だったりとか、そういったことのご説明をさせていただいて、で安心して皆さんがホームステイに入れるように実施をしています。でちょっとホームステイで何か問題が起きたとか、ちょっとホストファミリーと何か、解決したいことがあるけど英語力が足りなくてうまくいかないっていう時なんかにも、ここの3人の方ご担当者でいらっしゃるんですが、中には日本語が喋れる方も、いるので、ちょっとまだ行ってすぐであんまり英語でうまく言えないよっていう時も、日本語でコミュニケーションを取れる人がいるので、そこはお安心いただけるかなと思います。ちょっと長くなってしまいましたが、何かご不明点がありましたらぜひお電話と、あと、ですね、お配りさせていただいた紙にメールアドレスも書いてますので、ちょっと電話するの緊張するとか、こんなこと聞いていいのかなってドキドキするっていう場合はメールでも全然構いません。なので何かご質問があれば気軽にお願いします。私の他にあと2人、加藤と黒岩というものが担当でいるんですが、基本的に私は社内にいつもいるので、ご連絡いただければいつでもお対応できるかなと思います。ぜひご検討いただけたら嬉しいので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。